思い出した、あの顔。10年前、まだ駆け出しの聖騎士だったデールだあの親バカデールオイラたち見たくなって、娘の自慢の種になりたいってよく言っていた。なぜこんな姿に。来るぞ。デール俺を覚えているだろ目を覚ませデール,デール何やってんだバカだバーンフシャデ団長イドイアファイヤー いい加減にするのはよぉテメだ、うん、やる気がねえならここからうるせろ中途半端な甘さは誰も救えねえテメェと仲間を殺すだけだバ エリザベスこれはあの剣はなあメリオダスお前にこの剣を受け取ってほしいんだ いいのかよ、女にあそこまで言わせろ。の許せよ、出<レ>すごいじゃない、団長。さすがだ。キング、悪かったな。うんうん、これぐらい大丈夫さ。でも、人間が魔人に変身するなんてこと、ありえるのかなうん、呪い もしくは何らかの実験か術か。まさか、人為的に魔人を作り出すってことそれも、王国聖騎士を使ってな。そんなことなら、二人の聖騎士長の目を盗んでできるはずが。はっもしかしてああ。聖騎士長本人が関わっている可能性が高つまり、ドレパス、あるいは、ヘンドリクセン。何か分かったのかああ。 この件に関わってると見られる人物は聖騎士長エンドリクセンださあって腹も減ったし戻るかディアンヌも心配してるだろうしね団長のことをな向かっゴーセルはい僕はここにいますあありが 友よ。友友達ですか友達とは大切な人のことだと聞きました。僕は君の友達になれたのですか教えてください、デール。人はこんな時に涙を流すものなのだろうか